トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、燃油高騰前に購入を、海外航空券の購入は2023年の11月中にということでお伝えをしていきたいと思います。お伝えしますのは旅行会社 JST 航空券担当の後藤です。よろしくお願いします。まずですね、お伝えしていく順番ですが、フライトの便数、燃油サーチャージまとめという順番でお伝えしていきたいと思います。なぜですね、もうこれだけしつこくですね、2023年の11月中に航空券購入した方がいいですよと言っているのかをですね、紐解いていきたいと思います。まずですね、フライトの便数から見ていきたいと思います。フライトの便数、コロナ前とコロナ後どんな変化があるのかっていうところなんですが、こんな感じでですね、国土交通省がですね出している資料がございまして、こちらがですね、コロナ前2019年のサマーとウィンターということで、4月から9月と10月から3月、このですね、日本から毎週何便海外に飛んでいたかと、郵便の総数がですね、2019年の、冬の、スケジュールですと5219便、そして今2023年の冬スケジュールだと4311ということでですね、大体 82% とかそれぐらいのですね、便数が飛んでいると。なので比較的ね、フライトの便数に関して言いますと、コロナ前と変わらない水準に戻りつつあるというところです。ただね、この便数が増えてるのも日本から海外に出ていくお客さんの需要が上がっているというよりは、どちらかというと海外から日本に来るお客さんの需要がすごく旺盛になっていて、インバウンドの需要のおかげで、便が増えてきているというところが実情でございます。ですので、2019年と、比較しますと、やっぱりアウトバウンドといって日本から海外に出ていく、海外旅行に行く方っていうのの人数っていうのはまだまだ5割程度の復活という状態ですので、日本からこう海外に行くっていうことに関して言いますと、まだそこまで、戻っている状況ではないということになります。ですので、フライトの便数がですね、日本の方がたくさん乗るような便っていうのはまだまだそこまで追いついてはいないのかなというところですので、その辺で結構、チケットのですね、航空券の代金というのがどうしても座席の供給が少なく、常に人がいっぱいということで上がってくるっていうのが一つの、航空券代金が高止まりしている理由にもなっています。でもね、この辺りのことを考えるとね、本当に嬉しいこの復活ですよね、2023年。そして、2024年の、夏スケジュールからはですね、当然もう本当にこの2019年のサマーぐらいまでは絶対戻ってくるだけの、便数を増やすよっていうニュースもね、結構入ってきていますので、その辺りを楽しみにしていきたいと思います。そしてね、何よりも口うるさく11月中に購入してくださいねと言っている、一番の大きい要因としてはこちらですね、燃油サーチャージになります。これがですね、2023年の10月から11月、もうね、11月も末です。残りあと4日5日になってますんでね、こんな感じでですね、航空券代金に、あとは税金プラスですね、この燃油税というのは、燃油サーチャージがこれだけかかってきますよと、これだけ見ててもね、結構高いなぁなんて、もう北米とかヨーロッパなんか航空券代金以外に66,800円も必要なのかみたいなね、ところなんですが、これがですね、12月1月のチケットの発券分からこんな感じになっちゃいます。びっくりじゃないですか。もうアジアでも、1万3000円アップ、もうヨーロッパで行くと2万7000円アップ、2万7000円かける人数分みたいなことを考えますとですね、もう4人家族とかでって、じゃあ海外行こうなんて言ったらね、同じ航空券を買うのに11月と12月では10万円も総額で差が出てしまうということなんですね。なので、11月中に、チケットを購入
するイコール、まあ、発券をしてしまいますので、そうしますと、燃油サーチャージというのはその時点での金額が確定となりますので、まあ、当然ね11月の30日に購入したのと12月の1日に購入するのではこれだけの金額の差が出てきてしまうということです。でこれはですね、12月1月はもうこの金額で、まあ、これはあの日本の日系の航空会社の燃油サーチャージなんですが、各航空会社によっても当然サーチャージの金額っていうのは微妙に違っておりますが、12月1月はもうこの、燃油サーチャージの金額でフィックスということになりますので、まあね、簡単に言いますと2月3月出発ぐらいの方っていうのは当然、まあ1月までにはチケットを発券してるっていうパターンが多いですので、まあ、現状ですねもう確実に、予定が固められてっていう方であれば絶対に11月中に購入をしとく方がお得ということになります。であと今後ですね、まあ、燃油サーチャージが上がる下がるって当然これはもうね誰もがこう予測簡単に予測できることではないので、ただ燃油サーチャージの、まあ、算出方法としては基本的にはオイルの、値段の動きとあとは、ドルのレートですねにこの2つの柱で決まってきますので、まあ、当然ね2月3月の発券分が、まあ、こっち側の基準に戻ってくれれば、まあ、それはそれで喜ばしいことなんですが、かなりねこう2段階ぐらいこう、金額が上がってますので、まあ、そこでの差をですね、まあ、あの料金に反映する前に購入をしておくっていうのはやっぱり一つねこう旅行代金の総額をね抑える意味でもとても大切になってくると思います。はい、まとめていきたいと思います。もうねこれほど口を酸っぱくですね、今月中11月中にチケット買った方がいいですよと言っているのは、まあ、それだけのですね、燃油サーチャージの値上がりが決まっていて、12月の1日からの発券分に関して言いますと、まあ、ロングの路線ヨーロッパですとかアメリカですとかですね、1人2万7000円とかも金額が違ってきてしまうということがありますので、ぜひともですね早めに予定が決められる方、まあ、そういうリスクが取れる方っていうのは早めの11月中の購入を目指していただきたいなと切に願っております。この動画がですね、役に立ったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。